吉田さん、筋肉痛だなんてまだまだ若いっすね頭を使っても筋肉痛ってなるんですかねまあならないでしょうねなんかしばらく頭がボーッとするみたいなっていうのはあるかもしれませんけども私ねあのここら辺を脇腹が痛むっていうのがあるじゃないですか脇腹が痛むまでね最近は走るようになりましたねあのすごく懐かしい痛みだなと思うんですよ 本当にジョギングすするんですよウォーキングから今ジョギングに進化してですねジョギングしちゃちょっと歩いてジョギングしちゃ歩いてみたいな感じでサウナースーツ着てやってるんですよなんかこう走れるることの喜びって感じるんですよねあのそんなむちゃくちゃたくさんは走れないんですけどもそうですねまあ50になる頃には 800m を走れるようになりたいなと思います今800はとても無理なんで そそれこそね 100m 走るのがやっとですねジョギング程度でもでまたしばらく歩いて 100m 走るみたいなただいつものコースがこのちょっとの走りを入れるだけであっという間に終わっちゃうんですようんだからね今まで1時間ぐらいウォーキングする予定だったのがそれこそね1時間も全然かからないんで30分とかはいかないんですけども、まあ、40分とかでねなんか案外早く帰ってくるみたいなことがありますねその時に脇腹が痛むんですよ なんかね。脇腹が痛くて苦しいんだけども、嬉しいような感情がそこにはありますね。なんかあこんな思い。しばらくしてないな。みたいなね。というお話でございました。